通勤ですのでね、はい、この後お出かけには折りたたみの傘をお持ちいただきたいなと、はい、で明日になりますと近畿地方ではちょっと本降りの雨というふうに変わってきそうですね。はい、雷を伴ってざっと降るような恐れがありますので、明日はちょっと雨の降り方にも気をつけていただきたいですし、大きめの傘明日はご用意ください。でこの後の日中の最高気温なんですけれども、もう日差しがほとんどないということで、30度に届かないようなところがほとんどです。週刊ジョージアで配信中。